まあ、そうっすね。どうしよう。一応ね、今日は天王寺でやるって言ったじゃないですか。で、まあ、もう1年ぐらい、2年ぐらい前から天王寺結構厳しいなっていうのは自分でも分かってたんですけど、まあ、大阪来て一発目はやっぱやらないわけにはいかないというか、ね、ので天王寺にしました。で今日、まあ改めて見てみて、まあ、ちょっと厳しそうやなと思ったんで、多分大阪の路上は次から大阪城公園になるかなとは思います。一応ね、まあ、こうやって移動するのもまあ楽しいけど、毎回してたらね、逆に申し訳ないから、まあ、今日はなんかピクミンみたいなのおもろかったけど後ろみたいなのすごい、もう改造、もうチート使ってるピクミンみたいな、すごかったよ。相当強い敵おったんだな、すっごいかな、もう無理やり繁殖させて増えたみたいな、すごかった。で、まあまあうだうだ喋ってますけど、一応迷惑かけたくないので、あんまり結構ね住宅街やなと思いながら、一応まあでも移動しすぎてもあれやなと思って、ここら辺に公園がいっぱいあるのをしてたんで、ちょっとまあ軽く普通曲やって、でまあ明日もあるし明後日もあるしね、また来てください。違うね、コインランドリーだけは絶対歌いたいんで、紐をちょっとちっちゃめでやろうか。どうも、今のどうも。今の小ジャブどうも、今ぐらいなんで。もう一日が終わる、多分似たような明日だ、終わり方を気にする、つまらない生き物、どうしての後悔は残ることを知ったよ、一番の宝物は今さだったんだ、縄で繋がれ歩かされて、知らぬ間には隣された、自由の海で探したものは縄だった、回る暮らしの中で隠したものってなんだっけ、取り付かれる日僕は今もここにいるよ、信号が赤に変わって昨日と同じ顔になった、帰りたい場所は全て過去にあるのかな、前向きな後ろ向きはどう進めばいいんだろう、正しさをつかみ取れと誰もが偉そうに、僕の中にある感情は教科書に沿ってなきゃつまらないものですか、間違っていますか、針で疲れて疲れ果てて
した人に嫌われた僕は僕じゃないなり回る暮らしの中で守ったものってなんだっけ誰かのことだけ消えなくて何も聞こえないよ信号が青に変わって進まなきゃいけなくなった夢を諦めることを僕が望んだから今日はとてもいい日だった明日もきっといい日だから悲しいことより嬉しいことに涙を流したいな信号がまた色を変える似たようで違う人通り今日もコインランドリーからはいつもと同じ日本今ので笑わんかったやつはあのブロックするわファンだけわかるのだねじゃあさめっちゃ申し訳ない気持ちになってさ音ちっちゃめでやってんねんけどなんか今日あと1曲だけだねあと1曲だけだねごめんねその代わり今日あのみんな、ね、投げ銭というか喋るあの時間作ると思うんやけどでサインするわじゃんそれでいい OK ちょっと今日歌う時間少ないからいつも、まあ、言うて最近な40分ぐらいしか歌ってないんやけどあんま歌いすぎてもねあの絵面的にまあこれでこれの方がいいっちゃいいからさだからあと1曲だけちょっと全力で歌って今日は締めにする明日もあるんで、明後日もあるんで明後日はね、多分大阪城公園から思う存分やれると思うんだけどなんか大阪城公園って今なんか祭りしてんねんって誰かから聞いてないけど屋台がもし出てたらまずいっすね屋台出てたらまずいけどじゃあ最後にふさわしい歌を絶望は考えないようにして生きている誰かの受け売りが人生の本質揚げ足は取られても水分が奪われてもカラカラの喉でいつまでも立っているあの子が単純そうに見えてしまうのは私が複雑でありたいと思うからいつだって幸せかつ不幸せ二つが共通している事実も嫌がるそんなハッピーエンドいつも探してるオブラートに包まず言うなら死に場所探す単純な願いどこなしで最後で絶望が散り尽くし合わせを歌っている
前向きな言葉で生きるあの人は一人の時くらいはうつむけてるかな。居心地がいい知らぬ間の期待裏切りも愛情表現ならお互い様。本当はね抱えきれるほどおもちゃ持ってはしゃいでたままで傷ついても誰かを信じて叫んでも酔わず人に心のままに生きられたならそんなハッピーエンドいつも欲しがったらしくないこと言うけど生きたいいつか模範解答をビリビリに破けたら二足歩行であなたのままでそんなハッピーエンドいつも探してるオブラートに包まず言え愛してる探すたんびめかに情動なしで最後で絶妙なシーズンで幸せを待っている本当のハッピーエンドずっと求めてる言い訳好き嫌いの無動画で恥ずかしげも背伸びも見せつけ合わず等身大で愛したいやただただ愛したいやどうもありがとう。